すでに社会保険に、加入されている企業さんに対する年金事務所の調査ではですね、いろいろなところがチェックをされると思いますけれども、やはり一番注意が必要なのは、これはそうですね、老齢の厚生年金を受けていらっしゃる方で、その会社でね、老齢厚生年金を受けていらっしゃる方で、社会保険に入っていらっしゃらない方がいないかどうかってことですよね。で、本来入らなきゃいけないのに入ってないことを思って、いわゆる在職老齢年金っていう仕組みのね、対象になるのを不正に逃れて、で年金を不正受給しているというケースが、これ大変多いですね。で、これは法律上本来もらえるはずのない年金をもらってるったってことになりますからね。年金は返還ということになります。もらった分の年金はですね。で、保険料についても、本来社会保険に入って、払うべきものを払ってないということになりますからね。遡って払えということになりますから、かなりの高額の金額をね、返せというふうになるケースが多いです。だからこの社会保険未加入で、老齢厚生年金を受けている、方がない、いないかどうかということは、一番大事なですね、チェックポイントになろうかと思います。